おはようございます。どうですか？まあ、ジャニーズの会見がちょっと騒ぎになっていますが、僕もなんか YouTube でライブで、まあ、全部じゃないんですけど見てて、イノッチの、対応がすごいいいなと思いました。落ち着いていたし、なんか嘘っぽさはイノッチ自体にはなんかなかったなってその時思ったんですけど、まあ、でもなんか NG リストが出てきたとかいう話で、まあ、確かに司会の方が、なんかその当てる時にその後ろの、メガネの方みたいになってる感じがちょっとリアルなんだけど、やりすぎて嘘っぽさみたいなのが感じてはいました。なので、まあ、別に NG リストというか、まあ、当てない方がいいよぐらいのことはあってもおかしくないというか、普通に何かありそうだなとは思ってます。まあ、でもそのね、なんで当てないんだみたいなのに怒ってる方がいて、それに対してまあ命がなだめて、まあ、その記者が悪者で、命頑張ってるジャニーズちゃんと対応してるみたいな、その構図にはなってたと思うんですよね。なんでそこをあの野次っぽく言ってた記者も含めて、なんか一つの仕組まれてたものだったっていう可能性もあるんじゃないかっていうぐらいなんですけど、まあ、その野次もそうですし、まあ、今後も未成年の少年たちを所属させて育成していくっていうことについて、まあ、それを今後もやるんだったら性加害を容認していることになるんじゃないですかみたいな話記者さんから出たんですけど、まあ、それなんかも記者さんの悪者にしてっていう、なんかこううまい構図にはなってましたね。それに対してね、命は、まあ、大人がたくさんいるんで一人じゃなくみんなで、見ていきたいみたいな話をしてたと思うんですが、やっぱり どんな、ね、組織においても権力とかっていうのは一人とかに偏ってしまうとうまくはいかないかなっていうのは、まあ、サッカーもそうですし感じてはいますね。West. まあ、その上の人が特に話をね聞けない人だとさらに考え方っていうのは偏っていってしまうんで、やっぱりトップに立つ人間っていうのはどれだけこう人に任せられるとか話を聞く、あとはまあ自分に対するこうイエスマンばかりを集めがちなんですけど、やっぱりそばにいて心地いいね、そういう人を集めてしまうとやっぱりいい組織にはならないなっていうのを感じているんで、まあ、意図的にちょっとね、自分にとって、まあ、厳しいことを言うような人を近くに置くっていうのも一つかなとは思います。ジャニーズも、まあ、サッカーもなんか似たようなところがあるような気がしていて、で、まあ、ジャニーズの方とか、まあ、芸能界の方っていうのは、堀越学園とかに行ったりして、で、まあ、ほとんど学校行かないみたいな。まあ、ほとんど芸能界で一つの社会の中で大人になっていくっていうような人が多いイメージなんですけど、まあ、サッカー界もユースとかだとそのチームで決められた高校に通って、まあ、ユースと学校でも同じこうメンバーでいるみたいな。で、僕は昔からそれはすごい反対で、なんかこうつまんないなって、自分は違ったんですよ。ユース、札幌の場合はユースなんですけど、まあ、学校はある程度自由で、なのでそこは、すごいいいなと思ってましたし、逆に他のチームでそういう同じ学校に行くっていうチームがあればなんかこうつまんないなっていうふうには感じていたんですけど、まあ、今になってもそれは変わらないことで、やっぱりいろんなね、コミュニティの中で行けるっていうことが、なんか大人になった時にはすごい重要なんじゃないかなと思いますし、まあ、例えばサッカーであれば、まあ、サッカーが上手い、日本代表に入ってるっていうところで、その、なんですかね、ヒエラルキーみたいなのがあると思うんですけど、それがまあ学校行っても変わらないようなことが起きてしまうんで、ただまあ関係ないね、学校とかに行くと、サッカーではサッカーできますけど、勉強では全然違う生徒がいたりして、まあ、そこに教えてもらうとか、そういうなんか人それぞれの得意な部分みたいなのが見えてきて、そういうのってなんかいいなっていうふうには思いますね。
で、いろんな人がねやっぱりいるんで、そういういろんな人のいろんな考え方とか触れる場面もまあやっぱり多くて、そういうところからまあいろんなことに興味を持つっていうこともできるようになるのかなと。で、同じ学校にねこうユースとかで進められていると結構優遇されていて、まあその学力の部分もそうだったり、まあ、午前中で学校が終わるとか、まあ、その優遇されすぎてなんかこう大事な部分がなくなっていくんじゃないかなと思ったりもしますね。ジャニーズとか、まあ、芸能界もね、その堀越学園だったり、そういう学校に行かなかったりっていうことがあると思うんですけど、まあ、なんかそのいろんなことに興味を持って趣味とかを持ってこうかっこいいなっていう生き方をしている人がそんなに多くなくて、あれだけこう芸能人っていうのがいる中に、まあ、それっていうのはそういうところから来ている可能性はあるなというふうには思いました。永瀬智也さんとかね、まあ、すごい僕も好きですし、かっこいいなと思って見ています。まあ、僕も、まあ、女性からの人気っていうのもねもちろん大事ですが、まあ、俺は男にかっこいいと思ってもらえるような生き方ができればいいかなと思っています。ということで練習行ってきます。ありがとうございました。